昨日岡山県庁を訪れたのは日本拳法岡山総社道場に通う選手ら6人です。先月大阪で行われた全国大会の団体戦と個人戦で優勝したことを岡山県の茨城龍太知事に報告しました。日本拳法は防具をつけて打撃技や投げ技などの多彩な技で戦う競技です。日本拳法岡山総社道場では23人の児童生徒が大人の選手に混じって練習に励んでいます。試合中は苦しく辛い時間もありましたが、先生や仲間の応援で優勝することができました。中学2年生の鈴木龍太郎選手は個人戦で2連覇、小学6年生の小西すみれ選手は個人戦で初優勝、団体戦で2連覇と好成績を収めました。小西選手とともに団体戦36チームの頂点に立ったのは小学5年生の笠井瑛斗選手と4年生の貞金優雅選手です。茨城知事はこれからも怪我に気をつけて鍛錬を積んでくださいと激励しました。いつもの練習の積み重ねだと思います。人一倍声を出して頑張りたいです。プレッシャーがすごくて勝てるか不安だったけど勝ててとても嬉しかったです。試合のための練習を意識して頑張っています。とても嬉しかったです。キャプテンと、優雅とチームを組んで優勝できたのが一本を取るようにしてる。試合で勝つために練習してる。4人は世界大会にあたる9月の日本拳法総合選手権大会での優勝を目指し、これからも技を磨きます。